一応これはない。でこれはドロドロ、まあ、水をちゃんと飲まないと油が多かったりした水が少ないと粉ない。水はよくちゃんとね飲んだ方がいいですよ。まあこういう、あこれ殻だからあと入れてもらう。あとでいいですよ。あ入れてくれ。水は水の飲み方があります。たくさん飲めばいいっていうものでもなくて、じゃあ水ってどういうふうに飲んでもいいですか。少しずつこまめに、ちょっとずつね、ちょっとずつ、ね、だいたい豆に、そうそう豆にとる 100cc ぐらいずつ、ちょっとずつとる。あと一日のうちではまあちょっとずつなんだけど、特に大事なのは寝る前、寝る前にちょっと飲んどいた方がいい。なぜ？それもあるかもしれないけど、寝ている時に汗をかいて脱水する、脱水、で、心筋梗塞とか脳梗塞とか、意外と明け方、寝てて朝の前になる時、なる人が多い。まあ、お風呂入ったりする時もあるけど、もう一つは朝なる。それは脱水症状だから夜、ね、水を飲む。で、日本の旅館とか泊まったことあります、はい、あります。日本の旅館にはお布団が敷いてあって、枕元に水が置いてある。これなんか透明なコップで、あピッチャーとコップがこうなってて、はい、水が置いてある。これ日本の言葉で宝水って言うんです。宝って、宝水。なぜかっていうと、これ飲んで寝て、宝水だから飲んで寝てくださいよって旅館がわざわざ出してる。なぜかっていうと、飲まずに寝て脱水して死んじゃう人がいる。朝、ね、起きたら死んでた。で、旅館で死んでたら営業に影響があるでしょ。だから置いてある。それぐらい水ってすごい、ちょこ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 ね、飲むのが大事です。ちょっと待って。皆さん浄水器つけて飲んでますよね。水はい、飲んでます、ね、はい、で、これ油、ね、油や糖が多いとくっつく。昔ね、浜本智子さんは知ってますかね。知らないかな、みんな知ってる、知ってますね、うん、浜本智子さん、僕たちのちょっとアプライ、皆さんもたどっていくと、私たちのアプライ、ずっとたどっていくと、ピンクの浜本智子さん、ピンク、広島出身で、浜本智子さんから僕までは14人、そうだけど、たまたま住んでたところが広島の南町っていうところで、僕が住んでたとこと同じとこで1分で着く住んでたから、それで僕は25歳で始めた時からすぐ浜本さんに育ててもらうなんですよ。幸せ、はい、でその浜本智子さんがそのニュートリライトに行った時に血液を調べてもらった。その写真昔見せてもらったら、最初ちょっとこういう感じだった、ね、最初に調べた。で次にトリプル X を浜本さんが飲んだ。で調べたら、こうなってたのを僕見たことがあります。だからトリプル X を飲んで30分したら正常になる。うわ、30分、うん、もうだから15分ぐらいでどんどん吸収して、で油が多かったりするのも全部こう引き離してくれて綺麗になる。すごい、トリプル X すごい。それ昔のやつだから、今のトリプル X はもっとすごい